前田殿も。毎度岩本でございます。リーグ戦再開、セリーグパリーグ、共にそうなっております。交流戦でね、勢いがついたチーム、そうでないチームいろいろありますけども、まあ、少なくともファイターズは最終カードドラゴンズ戦で3連勝、チームとしても4連勝というね、いい締めくくりの仕方ができて、いいリスタートになっているはずです。そういった6月17日のリーグ戦再開第1つ目のカード、ロッテ戦です。ロッテ戦3連戦の第1戦目解説したいと思います。結果7対4敗戦。まあ、時系列追いかけますと、先発は噂は立ち上がりから、いきなりプレーボールからのフォアボールって珍しいけど、あれーって球は強いねんけどどういうことかなと。で、後から、武田コーチの談話によると、まあそんなに調子はいいように感じないと。これブルペンから感じてたんでしょうね。でも要所要所で整えながら投手能力でしっかりと抑えてくれていたと。これね、前もコメントしたことあると思うけど、そんなに調子のいい日じゃないからこそ丁寧に投げれたっていうのがあったかもしれませんね。まあ、噂はそうやって自分が立たされたその現状に対応していくアジャスト力で、あと、危機回避能力なども持っているトップアスリートのピッチャーなんですよ。なのでそのピッチャーがしっかりと7回を投げ切って、もうクオリティスタートどころかハイクオリティスタートやね。もう試合を作り、もう勝利の条件は整えてくれた。噂に至っては何にも言うことありません。調子があんまりそこにないなと思ったからこそ丁寧に投げる、そういう自分がいる、まあ、これはもう彼にとっての大きなアイデンティティですよね。なので調子がいいからマウンド上で調子のいい自分が表現できる、これも素晴らしいピッチャーですけど、あれと。まあローテーションの具合によって体調が良くも悪くもやっぱりいろんなことが存在するんですよ。そこでも勝つべく試合をどうやって作るのかというのをちゃんと自分で模索できるピッチャーということです。能力高いね。ほんで彼自身のその心情で言うと、3月4月調子上がらずに彼4連敗スタート、でも5月に入って4連勝、4勝4敗まで持ってきている、そういう事実があるから、今日勝ち星が消えたその現実でもそんなに心は悪い方向に動かないと思う。これがね、3勝4敗で今日勝って5割かだと、自身の勝ち星負け星がね、ちょっとうわー本当に今シーズンついてないのかなみたいな気持ちがどっかによぎる可能性はあるかもね。でも切り替え上手のウワッチやから、まあ噂はそのあたりは心配せずとも、今日の試合は今日の試合で切り替えて、次の登板も噂らしく、エースらしく投球してくれると思いますよ。で、リリーフの話行く前に、打線初回から1番に入った石井が今日目つき違った。目つき、顔つきが、まあアマチュア大学時代には1番打ったり3番打ったり、まあ他の打順もあったでしょう、タイプ的にね。でプロに入って1番のスタメン初めてらしいね。なんか結構あったかなって勝手に感じがしたけど、まあファームの試合も含めて、あれ1番石井書いたような気がするな、スコアブックにね書いたような気がするなと思ったけど、一軍ではなぜ初めての一番での先発出場。で、いきなりライト前のスタートやんか。で、足も使えるし、浅間が続き。で、相手チームサードのまずいプレーなどなどありながら、一回の裏に1点じゃなく、複数の点数を先制できました。これは大きい。まあ、調子があまり良くないと言っていた噂だけども、複数の点数を取ったことによって2回いきなり三振で、ヒットこそ打たれたけども、キャッチャーがそれを盗塁で阻止するなど、野球の好循環が生まれたもんね。で、2回にはアルカンタラのもカーン打った時、うまいことバットにボール乗せるね。宇宙間の何バルーンゾーンっていうの、あそこにスパーって消えていくあのホームラン、本人気持ちいいやろうな。で、そうやって追加点を取り、4回には先頭打者フォアボールを浅間のタイムリーでホームベースまで踏ますと。ここなんですよ。追加点4点目取りました。試合がね、敗戦だから解説者としてこの試合のターニングポイントはどこでしょうとかいろいろ聞かれるんですよ。だから言うんですけど、4回にスチール2回アウトになってるんですよ。アルカンタラフォアボールで、石井和成がファーストゴロの間に、アルカンタラがスコアリングポジションに進みました。で、その後浅間がタイムリーヒットで、アルカンタラがホームイン。浅間、その後、盗塁を試みてアウト。
本人今年初のアウトかな、盗塁で。で、ランナーがなくなった。で、松郷、フォアボールで出て、で、彼も盗塁をして、ランナーが消える。ここで攻撃が終わってしまった。その攻撃やサインプレーについては僕何も言いません。それが決まってたら、だって、もうこのイニングで試合決めてた可能性あるの。ただ、それが裏目に出ただけで、解説者として、この試合の流れを変えるべくワンプレーやターニングポイントはどこでしょうとなった時には、あそこで追加点をピッチャー交代してまで、もう先発ピッチャー引きずり下ろしてリリーフピッチャーが上がってきたのにもかかわらず、もう次の点を取れずにいたファイターズの野球が重たくなったということ。ほんで5回から投げたあのロッテの元前投手が5,6,7,8と4イニングやっぱ0点で抑える野球がすごく重たく感じたんですよ。でなんか雰囲気的に今日ラジオの解説してても、解説の中でうわーこれウワッチ最後まで行ってほしいなと、それの方がロッテ打線は嫌がるなと思ったぐらい。だって打ちあぐねてたからね。ランナーこそ抱えるけども、ダブルプレーでアウトになったり、ほんで、牽制でアウトになったり、なかなか次の塁までも進塁もできない現実があったマリーンズだった。うん。でも8回石川直也。で、9回北山と。まあ、この点差だったら、もうしっかり噂が7回まで仕事しました。で、適材適所で8回9回セットアッパーと、そしてセーブ、シチュエーション、クローザーが出てくる。4点差でもその試合を、そういう系統してくるだろう。それは予想できた。なぜなら、今日がリーグ戦再開の第1戦目。節目のすごい重要な試合であったから、4点差でも5点差でも、そういう系統をしてくるだろうと思っていた。でも逆にロッテが噂を買ってくれたと思ったのも現実。うん、これ勝負の早いよね。野球が重たくなってしまった、作戦が裏目に出てしまって重たくなったファイターズ事情と、ピッチャー変わってくれたぞと開き直りが効いたロッテがいた。まあそこやね。うん、でマウンドに上がった石川直直也もいきなり高部角中に連打で、言うたら荻野のツーベースまで3連打。ここでロッテの野球が動いたってことだよね。なのでこれ負けたチーム続いてるのではなく、野球には本当不思議なぐらい流れが存在し、せき止められた時のすごい淀んだ水になり、なかなか思う通り流れが生じないということ。重たい流れになる。でそうやって重たい流れの部分が何かをきっかけにファーッと流れが良くなり、流れを得るチームが8回からロッテにいたということ。これ面白いよね。解説してても、ああ、これはファイターズを応援放送してる中で続きたくないところだけども、野球の流れで言うと、ここがやっぱターニングポイントであったな。いい流れで得点を重ねている。うわあ、せき止めてしまったか。そっから重たいな。うわあ、今日は重たい野球展開。うわ、開き直った。急に見通し、流れが良くなったぞ。で、ガガガガガと8回、9回を野球できたのはロッテだった。だから石川もあれよあれよで3連打で失点。で、中村の犠牲フライ。で、ここで中村は機嫌よくしてるんですよね。打点がついたんで。で、そうやって2点取り、北山がマウンド上がるときに4対2、2点差のセーブシチュエーションがそこにあった。本人ももう休養十分で、うん、もう絶対に抑えるべくマウンドだったんだけど、これは立ち上がって、ドーン、ドーンと、いい球投げてたんや。でも、開き直りを見せてるロッテ打線の打者面々が追い込まれた後の2ストライクアプローチの充実ってあったかな。普段、よく2ストライク追い込んでから仕留めれるピッチャー、代名詞になるそういうボールを持ちましょう。必殺技のボールを持ちましょう。フォークなのか、曲がり球なのか、誰にも負けない火の玉ストレートなのか、持ちましょうって僕よく言うんだけども、その課題を持った投手もいます。でも、もうそれを持っている選手なんですよ。石川にしても北山にしてもね。落ちる球で最後三振取れる。石川直也なんてカーブでそれを仕留めることもできる。ストレートでもできる。ウィニングショットを複数持ってるんですよ。北山もそう。うわー、火の玉ストレート。落ちるフォークもある。で、こうカット系もあるのかな。持ってるんだけど、決めきれなかったということ。そういうボールを用意しましょうというピッチャーと、もう持ってるんだけど、決めきれなかったピッチャーと、まあ、これはちょっと条件が違う。で、北山は今日終始決めれなかったの。初めの 4,5 人か。全部ストライク2つつけてんのに、で、1,2,3,4,5人。うん、レアードフォアボールやろ。で、佐藤がツーベースやろ。安田ヒットやろ。で、高部の三振。角中のショートゴロか。これね、ストライク2つついてるはずやね。でも仕留めきれてないの。
アウトに取ったのもあるけども四苦八苦している。で今度は球数がかさばり、まあ、北山の特徴かな、20球からそれを超えたぐらいからガクッと何かが変わる。ガクッという表現だからパフォーマンスがちょっと陰る、そういう節がちょっと見えるんですよ、体力でいった部分やね。でフォアボールも点で画面で言うと右上左下浮く抜ける、で制御しようとするそれが引っ掛ける、悪循環が生まれてフォアボールフォアボールと、もうこうなったらもうどうしようもないぐらいの、負のスパイラルが起きている、うん、これ投げてる本人が一番、分かったと思う。まあでもこれも経験やね。それを責めてるわけじゃなくて、さあそうなった時には今日の噂のように危機回避は自分はどうすればできるのか。最悪そこにいても失点はされても追いつかれないとか、で追いつかれても追い越されないとか、まあその状況によっての考え方のレベルっていうのは変わってくるんだけど、噂が持っているこうなった時これは最悪を避けれるよねとか、最悪を避けれる何かというものを身につけるというのもこれからのドリルに浮かび上がるかもしれませんな。うん、まあでも絶対的に短いイニングを任せられ、8回9回任せたぞという立場ですから、今日はやられたけど明日以降はビシッとやってくれよ。うん、期待してますよ。ただただ裏目に出てしまったファイターズが、まあ痛い思いをしたリーグ戦再開の第一戦目になったということかな。明日、まあ、ちょっと重たい空気で球場入りするかもしれんけども、今年のファイターズは切り替え上手となってるんで、ビッグボスをはじめコーチたちのそのかける声も、まあ、神がかった声で選手たちのモヤモヤも晴れて、新しい心境を作り直し切り替えた心理状態でグラウンドに立ってくれることを待ってますよ。それで最後に言わせてください。負けた試合でも今日の噂はいいピッチングしただけじゃない、北山がマウンドに降りた後何かベンチの中で投球、多分テクニカルなことやと思うんですよ。心理的なものっていうのは先発ピッチャーとリリーフ、特にクローザーっていうのは、まあ、全く違うものがあるんで、心理的なことは少しあるかもしれないけど、テクニカルな、あのバッターこんな特徴あるよね、なのでこの入り球だと急にバットの出が悪くなるよね、というようなアドバイス的なことを話してたように見えたんですよ、ベンチで。これってなかなかできないよ。うん、4対0でリードしていた7回まで投げ切って8回9回リリーフ委ねて、それが勝ち星が消えるだけじゃなくてチームが負けたとなったら、なかなかですよ、なかなかな心の動きが生まれるんだけど、じゃなくその先のチームのことを思い、自分より若い後輩ピッチャーに何かアドバイスを落としているという噂のとても強いメンタルを見て、なんかピッチャー出身の僕が勇気づけられたような気がしたね。なんか感動したわ、ウワッチ。うん、いいピッチングですよ。次の試合も期待してます。ファイターズ、土曜日の第2戦目、切り替わった姿で、はつらつとしたプレーで襲いかかってくださいよ。毎度おきに。